なかなか考古学遺跡に登場しない人の話、主人公である人の話、まあ、あの別の言い方するとあの縄文人なんですけど、自然とうまい関係で、生きてきた私たちの祖先がいるわけですけど、そういう祖先が具体的にどんな人だったのかと。やっぱ原始的だから当然短命なんだろうと、いうようなことで説明されてきたんですけど、あの結論的に言いますと60ぐらいまで生きている人はザラにいて、15歳にまでなった人の平均寿命、その15歳になった人たちがどのぐらいまで生きてきたか、というのを見ると、人骨の年齢を調べますとね、60とか60歳してる人も結構いるってことが分かってきたんですよ。じゃあその辺が寿命なのかというと、やっぱり病気だとか、例えばウイルス性のものだとか、治療薬だとか、そういう治療は、医療は発達してないですから、やっぱりちょっとした風邪やなんかでも、あれは、最近だから、下痢みたいなもんだとかね、食中毒みたいな、そんなもんでもこう治せなくてやっぱり死んでいくんですよ。で、20歳ぐらいになってくると徐々に死んでる人は多いんだけど、そういうのを乗り越えた人たちはやっぱり60ぐらいまで十分に生きてるという、で、そういうことを見るとね、日本人の歴史の中で縄文時代が一番なんかこう原始的で早死にで見たやつは完全に見直していかなきゃいけないし、で日本人のその寿命の変遷を見ていきますと、江戸時代がやっぱり一番、江戸後期が一番やっぱり短いんですよ。寿命30ぐらいになって聞いてたけど全然違いますねとかね、そういうことをこう言われますね。一つ大きい私が思ったのは、今まで、よくなんて言ったらいいんだろう、親と子ぐらいまでの、で子供がたくさんいて、いるんだけど、そのうちの大体半分ぐらいは、7歳になるぐらいまでにみんな死んじゃう、大体、1年ぐらいで、あるいはお産の時に亡くなる、そういう乳幼児死亡率がものすごく高くて、これは子供の墓の数と大人の墓の数を比べると、子供の墓は大人のね倍から3倍ぐらいなんですよ。つまり逆に言うと大人の3分、大人になれるのは3人か、4人2人、3人1人か4人2人か、そんな感じでやっぱり次々集落を維持するために一生懸命産んで一生懸命育てても、なんていうの、今再生産というのかな、そういう、男と女2人で最低4人でないと人口維持できないですよね。そういう意味では人口維持することが村にとっては最大の、で人口維持するためには安産して、で子供をちゃんと育てるというのが最大の課題、で、もう一つ大事なのはおっぱいがちゃんと出るってことなんですよね。でその出なくて大変だって話は、ウバが痛いとかね、出るのを一生懸命祈願したりしてきた日本人の歴史があるわけだけど、そういう状況だったんでね、なんかたくさん子供いたからその人口調節したんだとかね、そういうことを言う人も
いるんだけど、うん、実態はそんなもんじゃなくて、うん、集落人口を維持するのって必死だったんですよね、うん、人口維持、社会維持、村落維持みたいなものがね、うん、最大の課題だったんですよね、うん、でそういう、だから受胎する、うん、それから安産する、うん、それからおっぱいをちゃんと、出る、うん、そして、大人になるまで、うん、まあこれは大人になるってのは大体7歳目とみたいなんですけど、うん、育ってもらいたいからってやっぱり土偶を作って、うん、土偶に女の人は土偶を作って、うん、土偶にそういった願いを込めて、うんうん、ひいては集落、うんうん、安産、うん、個人的なことなんですけど、うん、それがひいては村の人口維持、うん、で村の人口維持するためには、よりたくさん自然の恵みがという、うん、そういうまあ現代的な言い方すれば豊穣を願う、うん、今全国で多分3000とか、うん、ぐらいその骨格全部揃って、はい、うん、埋葬されてきれいに出てきてるような、うん、年齢も分かる性別も分かる、うん、いろいろの、なんて言ったらいいですかね、怪我して骨折してるとか、うん、そういう骨に出てきた特徴を、うん、これに出てきた特徴なんかを調べるためのサンプルが非常に多くなってるんですよね、うん、それによってより正確にそれが分かるようになってきて、うん、さっき言った寿命もそこまでいく、うんうん、というようなことはね、うん、にわかに、まあ、人骨考古学みたいなことで明らかになってきている、うん、まあ、それも、まあ、たくさん発掘したことの成果で、うん、話は少し飛びますけど、発掘が急拡大して、うん、全国あっちこっちで発掘して、で資料がたくさん増えてきたことを踏まえて、うん、今までの物言いをこう訂正する、うん、訂正できる、そういった分析がこの頃やっぱり進んできてるんですよね、うん、でその結果、さっき言ったような、ことが新たに分かってきて、うん、で、それは寿命だけじゃなくて身長も低いし、うん、決して体格的にその縄文人が、うんうん、に対して描かれてきたことはやっぱりだいぶ違いましてね、うんうん、で身長も男165ぐらい、うんうん、で女性が155ぐらい、うん、であることは分かってきましたし、がっしゃ体で、やっぱ下肢は短いんですよね、うん、で筋肉が発達してて、うん、で手も短いんだな、うん、全く私みたいなこういう感じなんですけど、うん、で顔つきは眼下、目のくぼみが四角くて大きいんですよ、うん、だ目パッチリ、うんうん、で、眉毛の上の骨が自分に平らになってない、まだこう、うん、眉の上の、骨がこう、うん、飛び出してっていうか高まってて、うん、でその間の鼻の付け根がこう高いんですよね、うん、で鼻はこの鼻の骨が割合発達してるんでしっかりした、うん、まあなんていうかわしっぱな、うん、だったとか派手な顔つきです。そうですね、彫りの深いね、よく言えばね、うんうん、それから、口っていうか歯はね、うん、江戸時代の時に一番こうソッパーでまあ
出っ歯って言葉を今使っちゃいけないのかもしれないけど、あのこういう形なんですけど、うんはい、縄文はあのこういう上と下がこうしっかり合う、噛み合わせがしっかり合うっていうか、うんうんうん、だから歯が前に出てないんですよね、うん、これは鉗子構造って言うんですけど、鉗子ってこうやってある、そういう歯なんですね、うん、とかそれからそういう顔つきは大体分かってきて、うん、そうなってくると、うん、大体祖先の顔つきは分かってきて大体絵が描けるようになって、うん、でこの頃骨出てきた骨に平均的なこう肉付け、うん、複眼、ねうん、そうすると、うん、複眼ができる、うん、で具体的にそういう複眼、研究が進んで複眼模型が随分出てきて、うん、祖先の具体的な顔つきや体つきを分かるようになってきた。うん、骨から分かることではですね、まあ、世界 の、 あの人類学でも認められるんですけど、うん歯を抜いて抜歯して、いるんですよ、うん、一番基本の形は上顎切歯って、うん、あの前歯の脇にある側切歯ですかね、うん、そこの いわゆるあれだよ糸切り歯、うん、あの深いやつ、はい一番あの抜くの大変な、うん、一番痛い、うん、あいつ抜いてるんですよね、うん、でこれはね男も女もやってるみたいな、うん、でほとんどかなりの率でやってるんですね、うん、でちゃんと骨が残ってるとその抜いたのが分かるんです、うん、抜歯っていう風習があの縄文人の男にも女にもかなり一般的にやられてた、うんというのが分かってます、うん、でもう一つはですね、顔に入れ墨を入れるんですね、うん、で世界のその入れ墨文化を見ると、うん、手腕から手甲も入れたり、うん、まあボディも入れたか入れるのもいますね、うんそうやっているのがまあ入れ墨なんですけど、うん、皮膚やあのは残ってないんで、うん、縄文人の皮膚に入れ墨入れたどうかは分かりません、うん、ただし、そういう意味では顔に入れ墨入れても顔の皮膚残ってないんで、うんはい、分からないんですけど、うん、土偶はまあ ほぼ100% 女性像なわけですが、うんうん、その女性像にですねの顔に、うん、ログの顔に実は入れ墨が書いてあるんですよね、うん、で、縄文時代の中期中部高地、関東甲信越、うんまあ、真ん中の日本のところに、はいのログには目の下、うん、こう2本こう入れてるんですね、うん場合によってはこれ上に突き抜けてるケースもあったりとかするんですけど、うん、どうもその辺が、ルーツで、うん、で、それは縄文の真ん中頃の話の、うん中日本の話なんですけど、はい、それは後期晩期、はい、もう少し後になってきますと、東北とか、はい、東北に、うん、あの行くんですね、うん、道具の入れ墨がでその時にはこういう形式じゃなくて、うん、口の脇にこう入れる形式に変わってくるんですよ、うん、あるいは唇こうあれしたり、はい、で、それがまあ、 あの亀ヶ丘の道具なんか、はい、亀ヶ丘の道具というと遮光器道具をイメージしますけど、はい、あれは写実性から外れた、まあ、より紙化したというか、はい、そういうものなんですけど片っぽですね、ある一定の割合で、うん、具体的なポーズをした土偶は本当は合わせて出てきてて、うん、
そのポーズ、ポーズ道具だとか、はい、いわゆる言い方して、はい、写実的だと言われてる、指摘はしてるんですけど、はい、よく見るとみんなオサノスタイルなんですよ。うん、はい、で、オサノスタイルしてて、で、そういう道具は写実的ですから、うん、飾り物、はい、耳飾り、首輪、うん、そういうのを写実的に合わすと同時に入れ墨もちゃんと、まあ、こういうようなあの入れ墨、はい、口にある入れ墨変わるんですが、うん、その形式そのものがアイヌに伝承されていってるんですね。うん、入れ墨も抜歯も、うん、一人の大人、はい、構成員として、認められる、うん、そういう通過儀礼なんじゃないかなと思います。痛みに耐えた、うん、そんな習慣を持って、一生を送っていって、うん、でその一生は、今まで考えた以上よりも倍ぐらい長生きしていたと。でもう一つはね、うん、骨分析するとやっぱり意外とみんな豊かに、まあ、身長も高い現代人に近いぐらい高い、うん、いい体格してる、うん、ということも分かってきたし、決して、うん、原始人として、避け詰められるような、うん、寿命でもあれでも、体格でもないと、うん、どうでしたか私の話は。興味持って聞いていただけましたでしょうか。一生懸命語りました。チャンネル登録お願いします。よろしく。